第2回ショータイムスキンズマッチということで、今回は東千葉カントリークラブに来ています。なんと賞金総額40万円です。スポンサーなんですけども、株式会社カメラ総合塗装様、首都圏にてビル、マンション、アパートの集合住宅を中心に改修工事を行っている会社です、はい、ショータイムゴルフを見たで 5%はあ、お値引きをしていただけるということで、今回の賞金のホールごとの振り分けなんですけども、はい、1番から3番までが5000円で、4番から6番が1万円、7番から9番が1万5000円、10番から12番までが2万円、13番から15番までが2万5000円、16番と17番が3万円、最初ホールが10万円、10万円です。後半は午前中よりも風が吹いて、いやもう腹いっぱいだね、なんかね、寒い、腹いっぱいだわ。これは後半荒れるんじゃないですか。まあ、缶はね、今俺プライスレスだから、俺プライスレスね、缶はプライスレス。そうなんだよ、そう、あ、これもフォローじゃん。そうだよ、俺いるから、ほら、もう355ヤード、55ヤードのフォローはあれでしょ、ショートでしょ。ショートだね、管理とっては余裕でショート。ショートの中でもショートじゃない、これ半数じゃん、半数。寒い寒い、止まない組が、はい、テレビ飛ぶから、俺も今日なんか止まない組が入ってると思う、ね、今日は飛ばしが俺一人。そうそうそう、寒い、どうぞ。なんでこんな寒いんだ、20ヤードぐらいしか落ちないから、うん、じゃあこれもお願いします。お願いします。はい、お願いします。はい、お願い、はい、よろしく。8万5000円、ああ、これカップ狙うわ。ああ、おっしょー、おっと、どうした、ワンタッチってやつですか。珍しい、あのギャラリーがいるから、ちょっとね、慣れてないよ、ギャラリーにね。ちょっと置きに行っちゃったコースに。だいぶ T の前で手前だった。あ、でも全然大丈夫です。缶のおかげでインテンショナルフォローがね。うん、もう俺いるからね。昼飯食いすぎ。俺も紅茶が余計だ。超紅茶。はい、紅茶。はい、紅茶。午前の紅茶だよ。イエーイ。ナイス。いいよか、俺ちょっとだ、完璧、それまで待つわ。この辺結構左行ったよ。左は帯感かも。前でも任せろ。さあ、関周一のやべ、超跳ねっぱい、いいショット、楽しみです、楽しみです。サンドグリーン、あ、カラー、あー、ちょっとラフ、サンドグリーンだ、うん、グリーン超え、ダメだこれ、どうしよう。午後の調子はいかがですか。最高だよ、最高、いいよ、かっこいいよ、最高だよ。てるてる、セカンドいいとこあったね。はい、ショットは置きに行ったんでね、はい、まあ、いいとこにしっかりレイアップできました。どんなの。147ヤード8アイアンですか。9、はい、ちょっと右か、あー、メゾン、うん、あー、はい、タックン、ベスポジ、92ヤード、52で52、フォローだけどね、もういいライン、ナイス、バーディーチャンス。
ちの子受けてるから全然狙えない。カーマここまで来ました。石毛くんより100ヤード飛んでるかな。あいつより100ヤード飛んでるかな、うん、どうだろう、これ50 45? うん、45ぐらい。頼むわ。激ムズ。さっきよりムズいぞこれ。方向性とは全然さっき。はい、てるきくんナイスオンですね。まあ、パオン率高いと思う。さすが。ちょっと左足下がりのライン。おう。パーパット。これイージーだな。チャンスっすよ、チャンス。イージーパット。はい、ナイス。8万5千獲得です。バーディーパット。バーディーパット。あそこまで飛んできたんでしょ。だって T ショットミスった時点でもう一つハンデ上げて激闘するんだけど、全然バーディー、これ全然バーディー。ああ、すごい。ナイス。やった。9万円。やった。でかいね。いいな、9万円いいな。何キャリーした ?6 キャリーぐらい。いいな。やだっす。6キャリー。62ヤード。ロング。ロングフォロー。今週1に立ってはパフォーパフォーパフォー160だけどね。うん、560セカンドアイアンだろ。広いね、フェアウェイ。広いパフォーって書いてある。パフォー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 。ハンディカップ4だろ。ハンディカップ4だろ。うん、ナイス。うわ、調子上がってるわ。うん、うわいいね。右サイドクールダウン決めてくか。 そろそろクールダウンしとくわ。うん、さっきクールダウンしすぎだ。あ、そうだな。 あれほどクールなボギーない。ナイスボギーだったよね。 ありがとう。イーグルのようなボギーだった、ね、イーグルのようなボギーだった。そうね、逆にここでイーグル取るでしょ。そうプロセスが大事だから、ゴルフってみんななんか結果に目を向けがちだけど。じゃあ、もう前面先行けよ。ちょっとスライスしてる。まあ、あの辺の木全部超えるでしょ。まあ大丈夫だね。うん、超えるやついないでしょ。全部超えただろ。やっぱもうテルテルも飛ばし屋だからね、今ね。そうだね。そう、まあ、なんかの努力で 10% を 15% に上げたみたいだね。関周一は生まれながらにしてね、120% でしょ。うん、120% に上げるのはちょっと卑怯だよね。 100% に抑えておこう。左だね、これもちょっと捕まってる。あんまいいんだよ。あと2回。うん、オッケーオッケー。さて、注目のカン選手。あ、いいね、声援が聞こえるよ。
それ今やってるあれでしょ、フェニックスの見えてるらしい缶には見えてる、缶にはスタジアムが見えてる。しゃあ、めっちゃいいんじゃないこれ。ナイス。うん、ナイス。いいね、声援に応える監視。行っちゃう？うん。うん。ズボン頼むよ。前面頼むよ本当に。おい。前面。OB だろこれ。よし、よしじゃねえ。はい、たっくんセカンド残りが275ぐらいですね。はい、まあフォローを入れて、フォローで、うん、まあ打ってどこまで行くか。そうね、スプーンで結構フォローですね。逆にこんだけ強いと、はい、こんだけ強いとね、球落とされちゃう可能性もありますね。グリーン左サイド狙い。うん、右からフック面、ちょっと前行ってるか。この辺この辺キックして戻ってきてる。まあいいとこですね。バンカーを避けてバディ取れます。竹内氏のセカンド、いいライですね。素晴らしいライ。ピンと木がダダかぶりしてますね。安全にフェードで。でもね、このライだから多分曲がんないと思うんですよね。なるほど、頑張ります。ちょっとつま先上がり260ヤードぐらいでスプーンです。ナイス。完璧じゃない、これ。完璧じゃない。あー、完璧。あー、ナイスショー。ありがとうございます。うまくスライスかかりました。かかりましたね。朝一のあれを払拭しましたね。朝一、朝一なんもなかったっすね。朝一なんかなんもないですよね。ナイショ。監修1セカンド残り210ちょいみたいな。210ちょっと、ちょうど向こうにピンが見えるかと思います。ちょっとつま先下がり、左足上がり。何番やん。6番。あー、ちょっと右目かな。何が勝って打ち出したのかね。うん、まあ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 、うん、まあまだわ。まあまあ、うん、はい、石毛くん、サードショット。うん、いってらっしゃい。石毛くんの3打目。石毛くんの3打目ね。58ヤード、58度で打ちます。おお、しっかりと合わせてきたね。まあね、さすがだからね。全然弱いね。ちょっと弱いね。全然弱いね。うん。ちょっと芝がね、ちょっとね、ふわふわしすぎてたから。しょうがないね。うん、しょうがない。冬これあるよね。58ヤード。52で。はい。うまい。のボールを奇跡的にあったっぽいな。山から帰ってきたね。帰ってきたね。だいぶ山、だいぶ山から帰ってきた。フェンス越えてきた。山のフェンス越え、フェンス越えしてきた。伊藤くんじゃないよこれ。65ぐらい。60度。ちょい弱、ちょっとダフり目でしたね。まあ、下が緩いからね。左足下がりで苔が生えたようなライだったんで、しょうがない。はい、監視の3打目地点30ヤードぐらいですか。まあ20ぐらい。はい、惜しい。
ス。そう、頼むよ。スライス。お、いいよ、いいよ。うわあ。パッと。ナイスパ。3枚目。でもちょっとスライスきついけど、3枚目。うまうまくなかったさあ、これ入れたら2万円獲得。70センチ。まあこれはね、これはね、入るよ。うん、ナイス、ナイスバーディー、ナイスバーディ。さすが、はい、さすが。純金積み立て35,000円。コツコツプラチナ積み立て、コツコツプラチナ積み立て、コツコツ田中貴金属、コツ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 、しすぎなんだよな。でっかくいかないとね。うん、でっかくいかないと。コツコツ、金より株だから。コツコツ積み立て。あのね、金より株だから、みんな。頑張ってるよ。175 170ですよ。175 170。7番。7番。おお、来た。ねえ。ありがとうございます。ナイス。何番？6番。5？ 6。6番。ハリソットの9番や。これもいいかな。ちょっと弱い。うん、グリーン一直線。弱い、いや、見えなくなった。うん、上げは上げだね。旗は右から上げてるけど、ティーグラウンドはちょっと左からアゲンストを感じてます。何番？ 6番。おー、これいいね。これいいよ。これか、左奥ちょっと流された。ナイスオン。はい、2打目。まあしょうがないね。しょうがない、今のは。フルシャンク。はい、カン。うまくない？うまい。ちょっとうますぎ。うめえ。やっぱこういう危機的な状況で初めてね、実力って出るよね。バーディーパット、俺の前面のバーディーパット。ああ、うん、ナイスタッチだね。どうだ。うん、惜しいね。惜しい。ナイストライ。うん。前面頼むよ。前面もうバーディーしかねえよ、お前。オーバーしても大丈夫なの？うん。オーバーするしかないよ、これも。翔太、オーバーだけはするよ。オーバーだけはする。うん。さあ、また空中戦だもん。そうだね、空中戦だね。風読んでほしい。うん。
バウンドぐらいで入るかな。うん、そうだね。2バウンドという名のランニング。何やってんだ。何やってんだよ。失望したわ。だろうな。今回スポンサーしていただきました株式会社カメラ総合登山様、本当にありがとうございます。この動画がいいと思ったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。